スノーキーこと小手川幸也です。 FX のスワップポイント投資をこれから始めようと思われている初心者さんに向けて2つの通貨ペアを比較したシリーズ動画、過去に3本公開しました。で、今回はメキシコペソ円と南アフリカランド円をスワップポイント投資の対象として比較していきたいと思います。ちなみにこの3つ、そして、メキシコペソ円、南アフリカランド円のスワップ投資のやり方の例はこの動画概要欄に貼ってあるので、この動画見終わった後にでも覗いてみてください。直近のスワップポイントの金額調査していると、メキシコペソ円はセントラル端子 FX さん、南アフリカランド円は JFX さんが安定しております。で、どちらともタイアップキャンペーンというのをやってるので、私のブログサイトを経由して口座開設した方がお得です。動画概要欄に詳細貼っております。はい。で、国の基本情報などを比較、メキシコペソのメキシコと南アフリカランドの南アフリカを比較しております。人口はメキシコが2倍以上、国土面積2倍とは言わないですけども、メキシコの方が広い。 GDP メキシコの方が2倍以上の規模です。はい。で、インフレ率は、メキシコの方が高いんですけども、まあ、そろそろ、頭打ちになって、利上げストップするんじゃないかというのがこの動画投稿時点での私の見解です。はい。主要各国の政策金利と南アフリカ、メキシコの政策金利を比較してみました。はい。南アフリカまあまあ高い、メキシコかなり高い、まあ、それより高いハンガリーという国もあります。そして、国の信頼度、国債の格付けを判断材料にすることもあるんですけども、 S&P が、公開しているもので見るとメキシコの方が南アフリカよりも上です。めちゃめちゃ上かというとめちゃめちゃ上ではないですけども、まあメキシコの方が高いかなというところです。それぞれの通貨ペアの値動きを月足チャートで追ってみたいと思います。この画面上に表示されていない部分、もっと前も含めて見ると15年間高値は11円台という時期もありました。そして、15年間安値、そして史上最安値にもなるんですけども、それが 4.2 円台。はい。で、その後直近 7.4 円まで、為替レートが上昇している。つまりコロナショック後3円以上も上がっているんですよ。で、中長期で見ると15年間とかで見るとまあ真ん中ぐらいかなっていう位置なんですけども、コロナショックの前、メキシコペソ円のスワップ投資が流行り出した頃から考えると、そこよりも今高値圏にあるっていうのがメキシコペソ円の現状です。一方の南アフリカランド円、こちら20年間遡ると、まあ、19.7 円台という時期もありました。そして20年間の安値で見ると 5.6 円台。こちらもメキシコペソ円と同様に南アフリカランド円もコロナショック後につけております。そこから南アフリカランド円の方は2円ほどしか戻していません。つまりメキシコペソ円の方はかなり高値圏まで上がっていたんですけども、南アフリカランド円の方は、まあ、安値圏で、まあ、低迷しているという見方もできますし、今買うと高値掴みだなっていう感覚ではない位置かなというところです。今回の動画はスワップポイント投資の対象としてなので、多くの方が気になるのはやっぱりリターンの方だと思います。で、リターンだけ見てもダメなので、リスク&リターンのバランスを考慮して年利期待値で比較したいと思います。今まで何本か2つの通貨ペアを比較するっていう動画公開してきましたけども、為替水準が違ったんですよ。ただ今回は同程度の為替水準なので、もうスワップポイントの金額見ただけでも、単純比較ができます。はい。メキシコペソ円の方が金額が高い。レバレッジの方を、まあ、大体2倍以下に抑えたいっていう方多いので、2倍ぐらいで見てみた場合、はい。私が、公開しましたスワップポイント投資例、レバレッジ 1.9 倍スタートだと、メキシコペソ円の場合は、21.4 から 22.3%。スワップポイントが230円だった場合は、22.3% ぐらいの年利期待値です。一方の南アフリカランド円。こちらは同程度の為替水準なんですけども、スワップポイントの金額がメキシコペソ円より少ないので、はい。同じぐらいのレバレッジで始めたとしても、年利期待値っていうのは低く出てしまいます。
ちなみにこれどうやって算出したかっていうのは動画概要欄に URL 貼っております。ということで、リスク&リターンを考慮した年利期待値、まあ、私の設定例の場合なんですけども、はい、メキシコペソ円の方が魅力が高いということになりました。まとめて最後に、 GDP や人口、国土面積はメキシコが勝って、貿易相手国はアメリカであるが、国際格付けで見るとメキシコの方が上なんですけども、めちゃめちゃ上かっていうと、まあそうでもないかなと。はい、で値頃感で言うと南アフリカランド円かなと。史上最安値をつけてからメキシコペソ円の方は3円とか上昇しているのに対し、南アフリカランド円の方は2円以下の上昇幅ということで、まあ安値圏っていう見方で言うと南アフリカランド円かなと。ここはもう感覚的な問題もあるので、いやちょっとメキシコペソ円上がりすぎたよなっていう方はやっぱ手を出しにくいと思うんですよ。で、南アフリカランド円はそういった意味では、まあ安値圏にあるので買いやすいかなっていうことなんですけども、なぜ安値圏で低迷しているのっていうところも考えると、じゃあすぐに南アフリカランド円ともなりにくいのかなっていう難しいところですね。はい。で、エースアップポイント投資の年利期待値ならメキシコペソ円の方が勝ります。はい。それはもう政策金利も上ですし、スワップポイントの方も現状高いので。この動画投稿時点の情報をもとに公開しているので、スワップポイントの金額とか、為替レートっていうのはまあ変動することがあります。はい。メキシコとか南アフリカが利下げするっていうこともあるので。はい。後ほどこの動画のテキスト版、まとめてこの動画概要欄あるいはコメント欄に貼っておきたいと思います。で、南アフリカランド円とメキシコペソ円のスワップポイントっていうのは定期的に調査しているので、この動画概要欄見てみてください。あと今人気のハンガリーフォリント円やチェココルナ円、ユーロズロチの30万円での資金例のやり方などもこの動画概要欄に貼ってあるので、そちらも合わせてご覧ください。この後は告知なので、口座を持っている方はもうここで閉じてもらって大丈夫です。はい、私のブログサイトではいろいろな FX 会社さんとタイアップキャンペーンやっております。今回名前が出ましたセントラル端子 FX さん、キャッシュバック5000円上乗せになるので人気です。JFX さんも、キャッシュバック5000円プラスアルファの特典があるのでお得です。ぜひこれら活用してみてください。直近一番人気はみんなの FX さんです。はい、ということで今回は、この2つの通貨ペアをスワップポイントの対象としてどちらが魅力的かということを比較してみました。またいろいろな投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録、そしてこの動画の評価お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。